い、J チャンネルです。今回はですね、皆さんに、質問とかアンケートをやっているんですが、今回のテーマは行動チェンジですね。行動チェンジのコードを何が入ると難しいですかというね、アンケートを取ってますので、よかったらね、お答えいただければと思います。この動画のコメントでも結構ですし、コミュニティのね、ところからアンケートを取ってますので、そこからでも結構です。まずね、行動チェンジがね、もうスムーズにしたいっていうのは結構多いんですよ。多い中で、じゃあどの行動チェンジが難しいのか、行動チェンジをまあできるだけ4つぐらい書いてもらったら嬉しいですね。例えばよくあるパターンからも G から Bm ですね。Bm とか、あとはまあ CAm、 そこから F が出てくると難しいとか、あと Dm7 ってのありましたね、Dm7。どこで入ると難しいのか、そこらをね、詳しく書いてもらえたら、そこでまたね、いろいろこう、まあ、ヒントになるようなね、動画を作っていければと思いますので、よかったら皆さんのね、今悩んでる、まあ、行動チェンジなら難しいとかね、どこは難しいとかいうのをね、ぜひね、コメントでね、書いていただければと思います。あとね、よくあるんですけど、初心者の方がね、Bm ができませんというのはありますよね、Bm。難しいということです。やっぱりね、その初心者のうちからバレエコードをなかなか難しいと思うんですよ。なので初めから難しいところに行くよりか、まあ C とかね、ローコードあたりから練習しておいて、まあ Bm に行くっていうのが一番いいと思うんですよ。なぜかというと、やっぱり最初のうちはね、初心者の方はもうギターをね、コード弾くときに弦は鉄ですから、鉄にこう指がね触れるわけですから、どうしても最初ね、タコができるんですよ。タコができた時にやっぱりもう難しいんですよね。なのでタコができるようになって、コードが抑えられるようになってからコードチェンジになってくるので、もし初心者の方はね、これを見てもらったら、まずまあ Bm7 できる、これがちゃんと完全に音ができるようになってからコードチェンジいかないと、音が出てないのにコードチェンジいってもやっぱこう難しいので、そこらはやっぱりね、日々練習してもらって、この B フラットとか B ですね、これはやっぱりすごく難しいので、その1週間2週間じゃできない人も多いです。1ヶ月2ヶ月でもできない人も多いです。半年でもできない人も多いですので、これちょっとこうね、気長にやってほしいんですよ、毎日毎日。というのは握力ね、何回も言いますけど、やっぱりコードを抑えるのに握力いるんですよ。握力をつけないとなかなかできないので、1日例えばね、10分とか毎日いろいろありますけど、1時間弾いてだんだんこう力が強くなっていって、ある程度弾けるようになってくるので、やっぱりこう焦ってしまうんでしょうね、やっぱりね。なのでそこらの方はね、やっぱ握力をつけて、その日々ね、練習するというのが大事なんですよ。それからコードチェンジを滑らかにしていくというのが一番まあね、近いんじゃないかと思うんですよね。なのでコードチェンジ滑らかにしたいという人は、まずこう単体のコードがちゃんとできているのかね、コードチェンジをね書き出すんですよ。4つなら4つね、 C とか Am とか F とかね、 G7 とか、あとは G から Bm とかね、で CD とか、だから好きなコードの、まあ、好きな曲のね、コードチェンジをまあ練習していって、まあ、弾き語りができるようになればいいと思うんですけどね。だからそこらの方をまあ認識して、とか今自分が単体で弾くコードチェンジが、どこらがね難しいのかというのをね、まず書き出してもらって、そのね質問してもらってやっていくのが一番早いですね。コードチェンジやりたいって言っても、やっぱこう単体のコードが弾けないと、やっぱりちょっと段階を一つ下げないといけないですね。だから今回の動画はある程度コードが弾けて、コードチェンジのところのチェンジが詰まるということの動画ですので、初心者の方はちょっともうちょっとね、コードの方を勉強してからやっていって、それからまたコードチェンジに行くというのが一番いいんじゃないかと思うんですよ。だから難しい、できないことを難しいことやっていくと、やっぱりどうしてもギターが嫌いになっちゃうんですよね。やりたくないになっちゃうので、やめる原因になってくるんですよ。なのでそこらはね、やっぱりこう簡単で、ちょっとレベルを上げていかないと、ガンと上げていくと難しいのでね、そこらはね、ぜひね、自分と相談してね、自分ができる Bm ができるなら Bm ね、そこらをやってもらったらいいと思うんですけどね、いかがでしょうかね。やっぱりこうね、欲張りになっちゃうんですよね。そこをね、考えていければと思うんですよね。じゃあこうしましょう。初心者の方はコードを押さえて2つのコードチェンジ、
G から B マイナーとかね。で、ある程度できる方は4つか5つぐらいのコードチェンジの難しいところをね、書いてもらったらいいし、コードが難しい、B マイナーが入るコードが難しいっていう感じでね、書いてもらったら、それなりにね、まあ、練習の方法をね、考えてみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。だから G とかね、B マイナー。B マイナーはね、僕はこれでいいと思うんですけどね、まあ、これはまた B マイナーはまた別のね、動画で、まあ、詳しくね、話してみたいと思いますので、今回はコードチェンジで難しいコードチェンジよかったらね、教えてくださいと。それで練習方法を考えてみたいと思いますので、難しいコードチェンジをまたね、やってもらったらと思います。まずこのコードチェンジが単体で弾けることを前提でやってもらいますので、単体で弾けるのが難しかったら、まあ、コードチェンジの2つまでとか4つまでとか書いてもらったら、できるだけね、その中でお答えしていきたいと思いますので、まず今回はコードチェンジ、難しいコードかコードチェンジを募集しておりますので、よかったらね、ぜひ書き込んでいただきたいと思います。この動画でも結構ですし、アンケートがありますのでね、アンケートの方でお答えていただければと思います。はい、Jチャンネルでした。今回は難しいコードチェンジの、募集ですね、書いてくださいということでした。はい、Jチャンネルでした。ではまた。